電撃四天王カッコ3人の対決ショーダウン。はい、皆さんこんばんは。電撃のナイン五郎です。はい、栗田親方です。闇夜だれです。3人揃って電撃四天王。今日は電撃ですね。バッチリです。はい、ということで始まりました電撃四天王カッコ3人の対決商談、はい、この放送は毎週金曜21時からお届けする対決をメインテーマとした番組で、新旧問わず様々なゲームをピックアップし、四天王独自の視点で攻略したい対戦や協力プレイを楽しんだりしていきます。はい、はい、まず本日のゲストを紹介しましょう。ジーニスさんです。はい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 。さあ、ジーニスさんといえば、マルチにさまざまな格闘ゲームを、雰囲気をつかまない。そう、さまざまな格闘ゲームの雰囲気をつかむ。素早く雰囲気をつかんで、どういう雰囲気がいいのかあれだよね、勝ち方を見つけるのが早いよね、はい、まあ、強ムーブ強ムーブ強ムーブ早いよね。定評があります。定評があるもんね。まあまあそんな感じで、キャリバーでもね、最初の頃、一緒にアズウェイ使ってアズウェイアズウェイアズウェイめっちゃ強かったね。さあ、で、第28回放送では、エボジャパン強化期間ということで、はい、引き続きブレイブクロスタックバトルをプレイしていくわけですが、なんと今回、エボに出場する選手を決める回となります。なんと。決めてしまう。で、決めていただくのは、やっぱ雰囲気をつかむ。かけている。雰囲気で。誰が行けるか。まあ、そう。誰が行くんだと。よし。で、選考基準は、勝敗よりもどちらかというと内容とか、伸びしろあるなとか、そういうところをぜひ見ていただければね、そこで判断していただければと思いますんで。で、今回も視聴者の皆さんと対戦をして、まあ後半の方ではね、ジニスさんにもプレイしていただいたり、あとは我々3人で、泥団子のぶつけ合いみたいなのをしようかなと思ってますんで低レベルの話、はい、ぜひぜひさあ、今日はあれ、あ、ピンクおじいますね。ピンおじさんお願いしますね。いつもありがとうございます。じゃあ早速ですけど、ゲームもうロビー作っちゃいますか。どういう、はい、ゲーム画面。だからもう戦いながらジーニスさんの教えを受ける。そう、戦いを見て、で、もし、なんかちょっとこれやった方がいいんじゃないっていうのがあったら、やっぱもうそこはすぐ行ってもらう感じで。はい。た方がいいことだらけだと思う。ボスじゃないでしょ。いや、ないでしょ。基本はだって仕上がってますから。マジで。どんだけ強い。その雰囲気じゃきついって言われても結構難しい。それっぽくなかったらちょっと。ああ、いいですね。それっぽい感じにしてる。いやー、それっぽくなかったって言ったら絶対それっぽくないですよ。あ、違った。オンライン。オンラインね。うん、おっと、何これ。ランツラってないんじゃない。根本的な。マジか。根本的な。根本的にランケーブルですよ。あれ？あ、そっちに、そっちに刺さってた。今のはちょっと合ってないですよね。まあ、ちょっとそれっぽくないですけど。それっぽくないね、今の。雰囲気はちょっと良くないです。あんまそれっぽくなかったかな。これがそれっぽいんじゃないですか。あ、それっぽくなってきた。なってきたかも。あー、じゃあそれっぽいロビー作ります。これは2番いきましょうかね。カジュアルロビーの2。カジュアルの2の、10。第10ロビー2の10。2の10でお願いします。皆さん2の10へお集まりください。早っ。あの後ろ姿、ピンコジに違いない。この速さは。カナダずっと言っても最初グダル。今日はグダルな最後の感じだった。ピンクいるの危ないですね。え？ピンクいるの危ないですね。危ない？ほう。
じゃあとりあえず私は、あ、待った待った、ちょっと待って、エントリーしないで、キャラ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 を選んでないよ、親方に、親方のキャラ、ええ、猫みつる、猫とつるでいきましょう、猫とつる動物コンビ、はい、どなたでも大丈夫です、そこの台座にとりあえず一先でやりましょうよ。プリセット忘れてる。あ、プリセットあれは、ああ、ボタン、ボタンは多分大丈夫、多分トレもやったから大丈夫なんじゃない、うんうん、確かに。あー、こんばんは皆さん、こんばんは、こんばんは、お、あれ中川さん初見じゃないでしょ。BB タッグは初見、あ、なるほど、なのか、果たして、いや、もう最初から危ないですね。え、でもこの雰囲気はそれっぽいよね。いや、もうネズミいるから危ないから動物コンビ、確かに、やべえな、いろいろ忘れてる可能性あるな、あや、もう忘れた、記憶喪失、大丈夫大丈夫、まずはケーキ漬けに、はい、しょうがない、ケーキ、今はしょうがない、ケーキ漬けられてる、ケーキ漬けられてる、多分投げられて、いや、多分暴れてたな、やめよう、もう、おー、ちょっとその魔法使いやめようよ、前に行く、あ、ちょっ、いけない、しょうがない、判定5000オーバーコンボ、まあ、知らないんだけど、そうだね、あ、あ、早く行きます、はい、おー、はいはい、めっちゃ減ってる、めっちゃ減ってる、あ、あ、あ、ことしたやめよう、はい、死んでるやん。いらなかったな。いやそう。ああ、レベル高い。システムを生かさない。高い高い高い。前に。なるほど、天才。うわ、ちょっと。これは。あ、よし。これ、よくあるやつ。ラッキー。なんか上から落ちてきましたよ。上から。先週やっただろ。まあ、ラインのジャンシーはね、上から来てくれる。もう終わっちゃったんだけど。今のは多分俺の受け身ミスかな、前に受け身ってあんま良くないですか、まあ、前に受け身は、まあ、それほど良くはないんですけど良くないんだ、俺一生呼ばれてるからとかいろいろ考えたんだけど、ありがとうございました。じゃあここで、うん、まあ、ガンガン回しましょう、そうガンガン回す、じゃあキャラを変えて、親方キャラ変えよう、あ、もう一人一試合一先ぐる、一先ぐる、うん、ガンガン回していきましょうよ。プリセットって、プリセットってどうやってやるの、下にプリセットってなんか、あの四角を下だったり、四角を押して、キャラクターセレクトで、はいはいはい、押して、丸を押して、四角プリセットって書いてある、あ、本当だ、あれで決める、誰か設定したの、ほら、チーム A とか、そうそう、それで何も設定はされてない、あー、これにもう入れちゃうってこと、それでパッて選べる、じゃあ、親方全員分作っとく、全員分作っといて、チーム B 全員分作っといて、早く全員分作っといて、そうか、プリセットを忘れてましたね、そうそうそう、完全に完全にあれいない、そう、その前にやっとけって話、これでプリセットを、プリセットをまた違う、 A に、 A、 あれ、A、 あれ B に載ってない、エディットって四角、そこで四角を押さないと、ここにエディットしてないから、なるほど、決めただけ、じゃあこれ A ゴロにしようか、これ今エディット中、A、これが右、すげえ右、すげえ右、OK、これとその下で2個右、右、右、あ、1個右だった、あ、そういうことか、そういうことか、 B が親方にして、これ生放送中に準備するのいい、いや、いや、ひょっとしたら知らない方もいらっしゃる、あ、初心者の方にプリセットとは何ぞやっていう、確かに、確かに、物は言うよな、便利なんで、闇、闇、闇セット、闇セットは、闇セットは番長、その下、番長とレビー、下、下、それ、その左、ね、押しやすい、オッケー、押しやすい、じゃあ親方 B、チーム B でいきましょう、はい、チーム B で親方それで、あれ、プリセット使わないっていうのお手だけどね、ちょっと四角で呼び出して、丸押せん、あ、オッケー、ようやく、ようやく理解、たどり着いた、よし、お願いします、いや強いよ、来てしまった、大丈夫だってもうみんな強いから、みんな強いもん。あ、そうで、前受け身をするのがちょっとだけ危ない理由が、うん、
あの相手が起き上がりにあのバックスターアシストとかするともうその状態で挟まれちゃうんですよ、はいはい、じゃあ基本は壁を背負ってた方がいいもう諦めてガードしてその時にリセットを使ったりして弾いた方が比較的なるほどそっちの方がいいのか俺あえてが好きなんだよね会えすぎたから、まあ、たまに会えてしますけど、ね、あ、本当にやっぱ会えてのリバサ集団みたいなこのリーチあります、ね、リーチやからいいよ、あ、いいよいいよなかなか空中出して、空中出してあ、いいよいいよあ、いいよおー、いいよ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 親方が画面端おー、中段を潰したおいしいいいねいいねあ、これは答えできない。あ、どうだよ、どうなんだいや、まだです、ね、まだコンボ中だからそんな減ってない投げをしてます投げを読んだ場合って、はい、何が一番似たんでかい暴れ投げ読むっていうかファジで投げ入れとくのが最初の方がいいんじゃないですかあ、そう、保険あとあのなんか基本的にこのゲームの投げって走ってから投げてくるんですよ。これ走あのボタンを押すだけで走って投げるじゃないですか。なんで走り見たらそれっぽい感じで遅らせて投げをしていけば。あ、押しとけばガードと打撃だったらあの早めに打撃だったらガードだし遅めだったらあの投げだったら投げだけになる。ただ起き上がりに密着だった時の次のバッターを読んだ時はい、はい、あれですか。だからあのちょっと遅らせ投げみたいな。あ、それでもまだ早かったか。お早いか、まあ、いろいろとファジオ何個か種類があってまあ、うん、いろんなところに上がってたりするんですけど投げ一点読みは投げ一点読み飛んだ方がいい投げの硬直ってそんなないよねまあ普通っす普通って普通普通って普通普通って何その辺のお願いしますよくある投げよくある投げですかラッシュで追い込まれた後にも投げきついなそうあのね投げを、ね、読んだ時に暴れても投げられるんじゃないかって思ってんだよね、うん、おさっきちょっと次はそう投げ完全に読んでるんだったらあの調子を保せばいいんですかあ、はいはいはい、ちょっと他の人の試合中に振り返るとわけわかんないからああでも試合後にちゃんと時間取って振り返るああわかりました、回転早いこのゲームは、うん、一戦が早いねあれこのゲーム初めて見るんだよ。うわ、危ねえ。あ、危ねえ。あ、セットですね。やっちゃった。セットはかなりスピードキャラなんで。で、ああやって球を自分で設置して、自分で連携に行けるっていう。なるほど。ほんとだ。うわー、これはきついな。あ、ちなみに、設置してる球は、あの殴れば消えますよ、一応。でも殴りたくないよね。やって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 。それ怖いもん。違う。うわ、なんだ。やべ、来た、ラッキー。おぉ。おっ、チャンス。そう、来た、来た。おぉ、うまい。ラッキー。そっか、弾かれるの読んで足クソ出しとくのもあり。なんだこれ。すげえ。ああもうダメだ。押せない。あれ二人かかってる。死んで。二人かかってる。死んだんじゃない。あ二人とも。あお疲れ様です。ああ。九十だ。綺麗に。お早い。早いな。早い。交代。まあまあまあやっぱ交代命からいけんなんで。そう。保存しとくいいの。タイミングで今の試合で何かあれば。ああ。今のはだって足すばらしい出すタイミング噛み合っちゃったまとめて一瞬でうんまだアシスト出すんだったらルビーだったら、うん、あの 6P 球6球の方がいい前押しだと、うんうん、まあ最初みたいにあの手前で止まっちゃったりとかするんで、うんうん、なるほどやっぱ球を縦にして突っ込むの大制限なんで、うん、球出してよろしくお願いしますなら俺ピンクおじさんにアドバイスもらったんで、うん、あ本当にそうアシストはやっぱり使い慣れてないんで我々まだ我々も攻めながらまだこのゲームやっぱプロンプーなんで、ね、アシストガンガン使ってないんですよもっとねもっとガンガン使ってワンオンツーを挑んでる感じやっぱ孤独に生きてきたからロンリーユロンリーユ
それを踏まえて、ね、それを踏まえてね、アフェイクね、アフェイクね、開幕、開幕的開幕勝利はあアフェイク、熱い、大バスおぉない、何かもうないこれクマが何とかしたさん、タグだよ、タグあれはクマが物を投げてお、アフェイクだよ、俺いいどんだけ減らされる、ほぼ死にかけてるじゃん、どんだけ減らされるまで交代しなかった、あぶね、出しちゃダメだこれ、ポポポンポポポン、あれ、オーナーシストどこ行った、いけ、アシスト、あっ、まとめてくる、大丈夫、多いね、多い、ワンチャン、いや、間違えた、間違えた、よし、美味しい、美味しい、可能性ある、可能性ある、これ起きた、おー、あれ、倒し、余計だ、倒し、無駄だった、しかし、クワマに有利、これは出た、おー、あとは、まあまあ、これでいいでしょ、これでいいでしょ、これでいいでしょ、ちょっと俺は回復したい、安易に、安易に行こう、安易に、お、先に使われて、俺が先に、おーすごいね、ひどい、ただの連打、確かに発生が早いから、理論的に、なるほど、理論値ね、理論値、かなり力強い、力強いでしょ、やっぱやっぱこのゲーム、力強いでいかないとやっぱ、すぐ一キャラなんで、そう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 、よしよし、ものすごい連打が効いてるあ、 ありがとうございます。これ以上ないピアノ演奏でしたからね。嬉しいです。レゾナンス中にダダダダ。キャノンキャノン。そうそうそう。全然不利なの。回ぐらい。全然不利なの。キャラどこで買えるの？キャラはあのオプション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 。あれここだっけ？あれ？あで今の試合なんですけど、一回バツでどけどけどけて。テレビなんだろう。違うテレビじゃないで。あの攻撃を食らってる最中にこのゲームの受け身ってボタンを押しっぱで。勝手に受け身だって出前でもいいんだっけ、おしっぱ、ボタン押しっぱ、おしっぱ、お次のお次のなんで、あの食らってる最中はなんかボタン押しっぱにしてもらう、あで入力方向でどっち行くかだっけ、うん、入力方向っていうか受け身、とりあえず受け身やりましょう、前となんかその場と後ろ、あ、じゃあのよろしくお願いします、あの相手が途中コンボこぼしてて青ビートだったんですけど、あ、そうそうそう、ああいう場面はあのボタンを押しっぱにしとけば、あの空中で勝手に受け身を取ってくれて、で、ああなるほど、 そう、そのままあのコンボ途切れさせられるので、なるほど、じゃあ基本的には、まあ、攻撃食らったら、まあ、ボタンを失敗入れて、まあ、ボタンを失敗してると死ぬキャラもいるんですけど、連携もあるんですけど、まあ、それは忘れて、それは置いといて、それは置いといて、基本なんかコンボ食らってる時はボタン失敗、そういうそもそもやってみる、そもそも受け身を取ってね、連打してた、まあ、このゲーム連打じゃなくてもいいよね、そうですね、何のボタン押してもいいんで、うん、ちゃんとボタン押してるさえいれば、あ、同キャラ、あいいね、見せつけてください、アシスト忘れてる、アシスト出してる、おいしい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 、交代してきてるか、あと、これおいしい、飲んでるか、お、いいよ、アシストから人生的感じ、あ、ごめんなさい、ちなみにこれなんですけど、あの、逆なんですけど、やられてるんですよ、あ、やられてるんですか、完全に同キャラだから同じ組み合わせで、ちょっとわかんない、これ赤が視聴者の方ってことですよね、赤がそうですね、 2P が、うん、あ、いいです、あ、でも親方体力的にはリードしてる、ね、リードしてる、来ちゃった、ついに来ました、あ、でもやられてるなんかやられてるすげえ、もうすげえ来てると思ったけどやられてる、なるほど、おー、危ない、おー、いい、あ、連打、連打、連打よくないね、連打したら連打よくない、まあ1回ですね、やるなら連打すると余っちゃうんですね、なるほど、おー、すげえ、俺方普通になんかコンボしてるとか思ってやられてる方がいい、そうなんですよね、あー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 、お、ここだし、あー、いいよ、使わせた、あー、なんか
投げて、こんばんは。あそこ立ちですね。そして補正を切っていく。投げでノーダメージでしていく。惜しい。忘れたのか。たまに忘れてたわ。なるほど。あえて温存かなと思って。やっぱ一日のためにもっともう忘れて。いろいろなことを失ってしまったな。この一週間で。まずい。いやさっきコンボの練習しすぎて基本的な姿勢は他の子だね。3人ともコンボの練習はしてるんだよ。そうだよ、うん、いやね、コンボはやっぱやって簡単に割り込まれちゃうから、あの割り込みを読んでコンボ止めるなんてのはできないからね、うん、ピンク押し来たで。お、来たで。なるほど、グリムリーパー。あ、ちなみにあの、うん、受け身もボタン押しっぱでできるんですけど、はいはい、あのレゾナンスも押しっぱで最速で出るんです。ああ、起き上がりとかに、あの止まったらレゾナンスボタン押しっぱにしておくと、開いた瞬間に、隙間開いた瞬間に、うん、まあ、どこでもってこと。重要テクニック。へえ、じゃあもうすぐ打ちたいときは押しっぱでいいんだ。そうですね。この厚みのある攻撃を自分でもやりたいな。やっぱアシスト使ってないです、うん、確かに、うん、自分で触りいったらアシストにみたいな感じかな。アシストで触りに行くのがいい。なるほど。あの最初に言った球の話みたいな、球アシストの話。球は前入れじゃないと。そうね、基本みんなは大体前入れかな。おお、ナイスガード。アシストになってしまった。いや中段で相手のあれがめんどくさいなと思ったらリジェクトを貼って話して話すみたいな。でまたアシストで触りに行くみたいな、うんうん、うわぁ、うわぁ、アシストでだいぶ差がついてる。あ、でも結構いい。タイミング的には全然。あ、美味しい。おぉ、ワナちゃん。美味しい。おぉ、ホリケンちゃん。お、ダイナ寝てる。あ、いい話。なるほどね。回復されるので。おぉ。おぉ、ナイスアシスト。まだまだ。あ、プラチンっていない。おー、伸びる。さあ、おしっぱで。確かにだよね。あ、これ確定だよ。え、これ確定だよ。投げだよね。投げなんだよ。もうコア投げなんで、あのもう読んで飛ぶしかなかった。あ、先に飛んでないと思ったら終わりってこと。もう安定しちゃったら、やっぱそうですね。はいはいはい。いや、惜しいな。でも惜しかった、今ついにここまで追い詰めたんじゃない。あの B 文字をここまで飛んでたら勝ってたのか今。そう、飛んでちゃんとコンボできてれば勝ってたか。消失のコマ投げを読んで飛んでたら。なるほど。あと一歩、まあ、飛ぶか、まあ、あとあれですね、消失パナスカですね、はいはい、あー、なるほど、うん、やっぱそういう選択を取らないと、うん、そう、どこでパナそうか迷ってたら、うん、ピカーンで。あ、でもレザナース5だから飛ぶしかないかな、多分、うん。そっか、レゾナンス後、レゾナンス後フリスを追ってる状態で先にあっちのコマ投げが出たんで、うん、はい、漢字あれ、あんまり見ない。あれ、なんか、ミツロ先方にしたつもりなんだけど、ダメだったな。罰で連打してたけど。あ、そういえば、あれ、俺もあれよく分かってないんだよね。最初、なんか好きな方選ぶ。あ、割と罰で、あの、先方決めれるんだよ。今、俺、罰で三つ先方にしようと思ったら、なんか違うボタンになったんだよ。違うボタン。あー、そういうことか。それかも。レバーにしてるから。あー。なんか、うまくいった感じじゃないんだよね、あれ。やばい、やばい、やばい。美味しいってきた。おぉ。間違えた。まあ、コンボは間違える。インスタ。椅子持ってるけど、あの人。あ、椅子持って感じ。ペルソナの時から椅子持ってる。あ、そうなんだ。そうそう、こういう。プロレスラーの場外だったんけん。
ダメだ。出す。ダメだ。よし。セーブ。ダメか。おいしい。あ、おいしい。おいしい。おいしい。あー、入れすぎたゴブゴブ。とりあえず話していい。やっぱ芸術家ってないですね。そう、確かに。使わないともったいない。死んだー、死んで。おー、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 これは、これは分からない。ほぼ分かってる。あ、もう終わった。この態度がもう、ダメ。危ないじゃない、危ないじゃない。一応、押しちゃった。一応ね、一応押しといた。あー、なるほど。なるほどね。カンジさんの駒投げパイフェイス出てきたからね。びっくりした。このゲームにパイフェイスが存在するとは。ペルソナタック強かったな。うん。ゴロさん椅子仕様で対象ですえ、間違えた間違えた。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って戻って、ちょっと待って。まあ、確かに椅子といえば俺だね。あ、こんばんは、一先です、一先です。あ、すみません、一先でガンガン回しちゃいます。ガンガン回すんで、どうぞ。やってなければそこに、はい、お願いします。これむずいな、ほんと。自分がなかなか優位に立つ状況を作れないよね。そのそうね、固められることは多いけど、固めることまずないよね。固め方を、そう、アシストをね、見てない。アシストから、アシストの勇気がないよね。うん、アシストがあんまり出せないんで。なるほど、もう、P 連打するぐらい。それは違うと思うけど、まあ、おしっぱでいいよ、P。なんなら。ね、そっちはまだいい可能性ある。とりあえず出す。ただ、アシスト使っちゃうと、まあ、でもアシストガードしてる時点で、こっちのターンみたいなもんなんで。すごいですよ、まあ、そこはね、普通にコンボ食らってるから。うん、うわ、なんか飛んできたよ。どういうゲームこれ。またパイプイス出てんだけど。デコ武器がパイプイスなのか。あ、そう、立ちガードしちゃうんだよね、スウェーディングに行くってゲーム。あ、そうですね、スウェーディングはしゃがみが入る。逆ですからね。あの間合いをね、取るために基本下がるからね、後ろに。そう、投げ。やばいやばい。確かに。いいよ、いいよ、いいよ。あー、ナイス、おいしい。あー、変わった。残りがやばいね、バウンドした椅子が食ってきたよ。いや、非常に、非常に、非常にまずい。え、マジでこれ。おいしい、あ、いいよ。あー、やっさ、さようなら。あ、B で出しちゃった。おいしい、お、でかい。あー、早い。3段目が。あ、で、あ、で、で、で、チャンス。あー、違った、親方。親方だ。親方、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 やばいね。うん、なんか、あ、割り込み。あ、割り込み。勝利か。そう、勝利割り込み。親方、勝利ガードして、あんだけ押したら、相当な煽りも相撲してたのかと思った。あんなに押す人いないよ。ボタン間違えものすごい急に押してた。あんな押しちゃダメでしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。大キックボタン押しよう。大キックボタン。え、コンボ入った瞬間にマジかって君は焦り始めてる。攻め慣れてない。攻め慣れてない。自分が調子いい状態に。デク相手にしかコンボやってないからね。戦いやがらコンボやってないから。基本デク相手に。いや、クリームリーパーなんか B から B で出したんで、連射して、 B だけなんか攪拌があるらしくて、ああそうなんだ。めり込んじゃうとちょっと、うん、危ない、いろいろと痛いものが出てくる。だって近距離で戦うキャラじゃないっぽいもんね、うん、中距離ぐらいで触るんだよね。そうだね、やっぱ 8B が強力なんで。はいはい。わーや、うわー、なんか立ってるよ。あれはレイチェルの設置です。あ、危ない。あそこに雷落とせる。なるほど。ペンタルフィー。
さん、みつさんやっぱ手数が多いね。あ、やばい、いない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 。あ、誰だ。とりあえずだ。お、あー、やばい、あるある、死んだ、死んだっぽいやつ。なんか何もしないでわいすすごい勢いで終わったな。タイムアタックでした。ゴロさんに見せてもらうしかないわ。しょうがないわね。ゆい、つかせる星を上げている。早いな、回転が早い、早いな、欲しいな。まだ30分でこのペースやべえ。だってもう帰りたいレベル。もう帰りたい。ここからでしょ。雰囲気掴んでからでしょ、やっぱり。確かにね、あれあれ負けの雰囲気しか掴めないんだ。ダメでしょ。負けの雰囲気はだいぶ掴んだよ。ってことはこんな雰囲気で負けとく感じ。うん。よろしくお願いします。いや、無駄にしちゃダメでしょ、あのコンボ練習。血の滲むようなコンボ練習。先週のシステム理解を忘れているっていう。そう、そう、なんか先週より退化してる可能性あるこれ。危ない。試合時間長いことを喜んでますね。そうなんですよ。先週は習ってみた感じは。じゃあ初心に変えようか。うん、初心に変えよう。帰りすぎても、先週に戻ってくる。帰りすぎてもダメ。初心に変えちゃうとまずいんじゃないですか。成長、成長が。確かに。血のにじみ努力が先週ぐらいまでうまく調節してもらっていい。オッケーオッケー、もっと落ち着いてみよう。もっと。あー、出ました。いや、いい、これくらっとこう。なるほど。あ、もうダメ。ごめん。ごめん。ごめん。すげえ、ボヨン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 。グハ。ああ、もう、なるほど。逆から切る。はい。めっちゃ美味しい。この人美味しい。しかし、ここは。ちなみに今、コンボ打った。バランス。お、いや。来たよ、攻め抜け。攻め抜け。ああ、惜しい。だいぶそれ怖い。よし。あ、食べきました。タン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 。よし、ここは。ここは振ってすぐに使う。相当なこれ体力差が。正直な話。正直なんだ。正直まとめて。で、多分コンボ入った。終わりました。終わりました。ああ、ちょっと。今のはコンボミスだ。いや、今のアッパーの方が良かったな、コンボ。いや、ノートないな。壁追い詰めたから。あのレゾナンス中なので、うんうん、あの必殺技から調節でキャンセルできるんですよ。あ、そっか。なんであのドラは出してタミダレ、あのシャコシャコ、あと神月からのサミダレとかやった方がまだ良かったっす。そっちだったらつながったかもしれない。なるほど。そっか。いや、落ち着くといいや。落ち着いた方がいいわ。どちらかというと判断ができるし、どちらかというと今自分が何をして大変なことになったかっていう。間違えた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 。これかなりでいいね。この皆さんの容赦ない感じすごくいいです。ありがたいですわ。そろそろ今週もだいぶ多くの人に来ていただいて、まあ本当にありがとうございます。どれもよりちょっと歯ごたえあると思いますよ。どれもよりちょっとさ、それもより動く。あ、先にしたらいい。バツ丸ってやったらいけたよ。あ、そうですね。バツ丸で。そう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 。左やったらバツ、うん。そういうことだったんだね。あはは。うん。中距離戦制しましょう。おお、入った。あ、もう逆に言って、いやもう変わったけど、変わった。今のは余裕で見えてる。逆に言って、じゃあ俺またよく冷静に見てこう。冷静に見て、相手を冷静に見てこう。どこで中段と下段の二択が来るかとかも見て、で中段と下段の二択が来ると思ったら出の早い技で暴れるのもありだよね。まあ、そもそも中段下段の前に触られた瞬間にリジェクトで話すとかあるんですけど、あ、なるほど。もうやっぱ困んないんで。
最初はもうリジェクトにガンガンゲージ入ったって全然いいです。この方はこの話も分かりやすい。しかも引き寄せる。おー、リジェクト。あー。親方、リジェクト全くしない。リジェクト。やめやめやめ。親方、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 親方。まだ、怖い。おお、もうさっき見たこれ。さっき見た感じの展開、ね。さっき見た。いやマジこれやばいな。全員見たい。全員見たい。これさっき見た。画面端やばい、画面端。リジェクト。リジェクト忘れてる。はい。これ忘れてる。リジェクト忘れてる。で親方リジェクトを教えるとまた連打で。連打するから一回。もう一回。リジェクトは一回、うん。リジェクトどうなんだろう。なんか。話にリスクがなければそっちの方が良かったですね。あ、でもガードそうか、連続連打でも外すのか。親方が使ってるキャラって中距離とか遠距離が強いキャラなんで、あのリジェクトで外すじゃないですか、はいはい、有利なキャラまで吹っ飛ばせるんで。なるほどなるほど。もうあの後でこっちが攻めれる感じ。5分ぐらい5分5分、まあ、今完全に敷き直しでしょ。あ、硬直長い技が相手が硬直長い技を打ってたらこっちが有利、はいはい、あ、そうか、技によるのか。弾を使い出す。ハイドカーワイン。あー、マジ。お、あー、このように。このように。そう、連打しちゃったね。もう一回なんですよね。いやー、一緒に食らってた。最悪、最悪、最悪、最悪だこれ。あ、でもルビーいなくなってる。そして変わった瞬間にうまいや。あ、読まれてた。ああ、なるほど。これは多分死なないんじゃないかな。うん。おお、惜しい。ああ、下がってる。逆の方に行ってるし、もう。そっか、相手のアシスト出した瞬間、ジーベイだったら、あれか、チョキとかでもいいか。あ、まあ、チョキパンマスのもいいし、ね、結構、うん、あー、投げか、終わったっぽいな。あ、まだある。おー、このように。めっちゃ減った、めっちゃ減った。あ、出なかった、出したのに。いや、なんか見てると、これだ、多分アシストを出すタイミング悪くて、うん、一緒にやられるケースが多いな。巻き込み事故かなって。ちなみにあのなんだろう、アシストが殴られてる時に本体がガードでできてれば、そのリジェクトで離せるんで、あ、アシストを守れるってことか。そういう使い方もできるんですよ、リジェクト。リジェクト重要、かなり重要です。かなり重要。リジェクト連打しちゃうんですよ、どうしても。そうそうそう、焦っちゃうからね。だからリジェクトを連打しないようにするのがまず我々の課題。カットで1回だけポンと押す。そうそうそう、1回だけポンと、まあ、ガーキャンみたいなもんなんで、うん、ガード、攻撃をガードしたら押すみたいな、うん、あ、もうきついって思ったらする。まあそうですね、きついって思ったら押しちゃっていいですよ、うん、とりあえず。で、ね、だってガードになってなければあれでしょ、楽しんでるわけでしょ。まあ、ガードになって相手が四隅にしたら死ぬんですけど。いや、そしたらもうしょうがないかなって思う。まあそういうパターンなんだなみたいな。シクショ、ダメだ、間違えた。いや、あ、いいですね。おいしい、おいしい。リジェクトで離してポンポンしてるのかなり、うん、おー、飛びだ。あれ飛び道具、飛び道具。お、あー、押すで。やっちゃった。立ってしまった。うん、おー。いけ、よし。おー、刺さった。いけ。おいしい。今のちょうど交代量高いんちゃう。あー、危ない。
してしてしてあ、高い、ちょっと高いな、リンク違う。こうやってやっとこう。あ、何回かやっとこう。まあ、見つけ出しのわけじゃないんだ。そうだね。見える。2500。あれ、ちょっと待った。あれ、弾を重ねて。あ、なるほど、うめえな。ちゃんとセットプレーができてる。そういうことか。そういうことか。いや、あれ、挟まれるじゃん。はいはい。いや、パナした方がいいのかな。すげえ悩んだんだよね。ある程度パナさないと、これ、なんかね、持ってかれるんだよ。最初のことはやっぱパナしちゃっていいんじゃないですか。うん、いや、もうちょっと待つか。そっか、難しいな。パナしポイントも難しい。うん、ありがとうございました。攻めの組み立てがなかなか難しいな。どうやって触りいこう。やっぱそこアシストなんですよ。うん、球を使ってそれをバリアにしながら前に行ったりとか。うん、10名だったら、うん、あの波動 B、 空中波動 B、 空中波動 B、 あのポポポポポポ、あとアシストを前足を同時に出してるんですけど、あの波動だから、あの最終的に6行くじゃないですか。そうそうそう、コマンド。そうだよね。だからそのまま一緒にアシストを押すと、はいはい、ポンポンしながら後ろからあの氷の球が飛んでくるんで。ということは必然的に挟み撃ちができると。そうなんです。ああ、いいな。あ、それいいな。なるほどね。で、もう球を縦にしながら。あれでも10秒の間は俺竜巻でやってる気がするんだけど。波動でも、あの一応なんか波動でも出せるんだよ。軌道が変わるんですよ。あ、そうなんだ。ポンポン。いいね。オッケー。早めに入った。うん。早めに。あ、いいね、いいね。おお、美味しいからね。これ美味しい。それ好きじゃない？これ。好きだ。まあ芸術家の分。メリコマなければ。あ、ああ。しかもリシェクトもできない。美味しい。美味しい。もうできていい。いや、紹介してしょうがない。だいぶ美味しい。もう何も変化させない。特に何、特には何も起きないんですけど。いいんじゃない、これ。美味しい。あ、これは美味しいぞ。うまい。あ、悪くない。いいね。あぶねー。今相当なかったでしょ。お、目の前に関係ないの。いいよ。あ、惜しい。今ゲージがないんだよね、親方。そうね、あればいけたもんね。メガ粒子砲で。メガ粒子砲。全然違ったけど。まあ、そんな雰囲気だよ。あ、そんな雰囲気。あんな雰囲気。お、いいよ。あ、違う。惜しい。ん？挟む？お、あー惜しい。なんかそれっぽかった。ちょっとそれっぽかったね、今。それっぽかった。でしょ。それっぽい片鱗を、片鱗を見せた。俺やった。俺やった。そしてね。あー、あ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 、ラッキーくらった。マジ？あ、ラッキーラッキー。ラッキーラッキー。おー、ラッキー。行っちゃって。行ったんじゃない？行ったんじゃない？さすがに。オッケー。そして？わからない。体感ごくろ。大丈夫。あ、キャンセルで？キャンセルで出す。その方、ゲージ9本。今なら。9本。あ、終わった。お、投げからのコンボ。投げからのコンボ。パナスのレベルになってるよ。もう、親方パナス準備ができてるから。お、あー、パナス試合。どうだ。あ、投げみたい。この雰囲気重要だよ。今後もつなげれてないけど。ありがとうございます。ありがとうございました。必死感。必死感。必死感。今挟もうとする片鱗を、ね、ちょっと意識高まってきましょう。やばい。親方挟んだ瞬間やられたけどね。ようやくたどり着いた。そうそうそう、挟んでみたらやられた。いやいや、一歩一歩ね、やはり前に進んでいかないと。そうですね。そうだね。
お願いします。コンボ、コンボだな、コンボ、コンボ全てだな。あ、10名のバウンドする球ってことは10名をアシストするときに前で出すやつね。あ、そうですね、10名の 6P。 あれってなんか相殺はできない？相殺？そのアシストの球って基本消せないんだよね。なんか消すっていうかそういう手段はないんだよね。絶対に取れない。球と球がぶつかったら当たり合えば消えますけど。あ、やっぱ消えんだそれは。さあ、おお、なん始まって、何が行われてるのか。始まって、なんかもう始まってた。あ、いいね。ああれ、あいつアシストなの。アシスト変わってんのかな。変わってたのか。騙されたね。ここだよね。あー、あれ長いな。長い、当てが長いですね。弾いて届いちゃって、なんか届いてた。弾くとちょうどその有利な位置まで吹き飛ぶんで、なんか逆になってる。いつの間にか裏になってた。ブレイクは展開早いね、かなり。確かに。お、うわー、ちょっと、とりあえず、とりあえず、あ、ほん、そうなんですよ。あ、なに、なに今の、あの炎の影が、うん、あの、釣り絵みたいな感じになって、あー、あれに攻撃しちゃうと、爆発判定ができちゃうみたいな。当たった。だいぶ出ました。だいぶ、だいぶもう普通に攻撃する。あ、ジュリー、ゲージがなくなった。減らしたよ。だいぶ減らしたよ。だいぶ減らしたとか言って、話が当たるか当たらないかになっちゃった。 その戦いやから。だってガードできないもんな。ガードしようと思っても。このゲームガードするのはやっぱり難しい。ガードするのが不可能だから、もうとりあえず離すしかないんだよね。それは多分ね、対戦してる方も同じって考えればいいんだよ。うん、そうそう、ガード無理だよ。できない。いや、こっちの攻めはね、塗りすぎて多分ガードが挟めてない。そう、触ることすらできない。まあ、挟めてない以前に中下の卓にすら挟めてないから。まだ触れてない。ガード触ることすらできないから。ガードさえに立ってないね。普通に中段とかも、ま、混ぜ込んでいけばいいのか。中段下段を、うん、中段を早めに多分出して、なんかさ、もう触った2手目にもう、うん、そう、2手目に中段とかも出さない、うん、ダメ。勝負急がないと。そう、離れちゃってよく中断とか使ったりして、うん、まあ、リジェクトで弾かれちゃうんで、ああ、あんまりやっちゃうと早くやんない。お、なるほど、ないんだ、無敵ステップ。無敵ステップで、うん、うわ、ないか。こんばんは。お、こんばんは。いけ、おー、ほ、感じのペルソナ多い。ペルソナ勢多い。ペルソナ勢多い。人気。ダメだ。出せない。なんかものすごい減ってる。その間死にかけた。トロさん主に一人で戦う。わー、対空。マジかよ。対空。うまい。対空が上手かった今。いい、楽しく。お、でもなんだかんだ。アシスト、アシストっぽい。総体は2社ぐらい。あ、そう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 。やっぱやっぱやっぱもうやっきり。あ、もったいねー。もったいねー。いやでも今のトルコはかなりトルコだったね。怖い。いけ、2人いけ。あ、届いてない。あ、届いてない。危ねえ、間に合った。おいし、あ、しくしょう。まあまあまあ、なるべく粘れれば。あ、いいですね、今の、今のリジェクト。ただ交代した相手が危ないけど。交代した。あー、ガード巻き込む。あれ巻き込む。アシスト呼んで巻き込む。ノーレゾナンス。まあでも、あの、意識のレベルで、ね、ちょっとそれっぽい感じだったよね。かなりそれっぽかったよ、今。やばいっす。それっぽかったいただきました。それっぽかったいただきました。ジーンさんに雰囲気を認められるわ。やっと。ジーンさんの求める雰囲気にちょっと近づいたってことですね。少し近づいた。あ、こんばんは。こんばんは。ノーレゾナンス。またノーレゾナンス。ノーゼロレゾナンスアピール。梅ヶ山さん。今のはレゾナンスって言ってないよ。超早いでしょ。まとめてフィニッシュ。お願いします。まあ、気づいたらまとめて切られちゃったんで。そうだ、呼び方も考えないとな。呼ぶタイミングだよね。まあそうですね。今のは挟めてたら肩ほぼは残ってた可能性もあるもんね。そうですね、ちょっと出すのが遅かったですね、うん、アシスト出すのが。アシスト出すのが早かったら10秒が反対側まで行けてたんで、ね、どっちか生き残ってた可能性が高い、うん、
まあでも一応ハサミは1回ぐらいできたけど、ね、うん、いいね、やっぱあれ重要なんだ。重要っすね、あれ、うん、ということで親方もぜひ。オッケー。おっ、力強いね。おっ、来た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 。リーチが長い。ほら、力強いね。力強いからね。危ない。リフェクトなんてそれで話した方がいいってことだよね、親方の考えは。そういう考えは。うん、2ゲージ、1ゲージより2ゲージの方がやっぱ強いんだよ。そうですよね。もう止め、もう一回、もう一回例えば、これ中野さん、いけ、おー、おいしい、呼べないから。あー、あー、また感動。おー、あるよ、あるよ。あー、車内。車内。いいね、いいよ。あ、いいよ、いいよ。いいね。いいよ、おお、しかも抜け技を、あー、惜しい、もったいなかった、あー、後ろにあった、あー、何できるの、あー、やばい、レゾット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 、おー、コマネギ怖い、コマネギ、あー、割れてる、おー、いいよ、いいよ、死んでくれ、さすがに、あの動いてるしょ。お、これはこれは分かんないよ。2人まとめて、2人まとめちゃえ。まだある、まだある。近いでしょ。おお、本当いった。チャンス。お、チャンス、すぐに。あ、お願い。いや、今パナしてるね。なんで親方パナさん。話すところで、いや俺何見たんだよ、逆に、逆に何見たんだよ、でも親方投げの後のコンボ分かんないでしょ、なんだっけな、さっき練習したんだけど、さっきやった2キャラ練習したらね、どっちがどっちか分かんない、ありがとうございます。ゴンゾーはタッチ A で、ナインはタッチ B、ナインはなんかね、トレボのやつはなんかしゃがみ A を目押しで押して、なんか A 空中コンボ、めちゃめちゃそうなんだけど、いや最初の目押し成功したらなんかあとはなんか連動できる、最後の方忘れたけど、ね、リジェクトを逆切れに戻せるっていうのはどういうこと？リジェクトを逆切れ、ああ、あのリジェクトってあの逆切れっていうか、あの無敵対空の無敵と同じボタンじゃないですか、うんうんうん、なんであの相手がやってきそうだなと、そうやってきそうだなと思ったら自分は何もしないと待ってれば勝手に勝手に取りが燃える、はい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 、そこにまだつけてない、ね、だってそれその当たり前の行動すらまだそんなにできてないから、まずリジェクトからだよ、そうそう、まあ、リジェクトで離して相手にリジェクトさせる状況を作るのがまず課題だから、うん、変なやつ来た、でかい、あ、こいつはまずは、あ、今の6足、はい、おいいね、うん、いいよ、いいよ、手形が飛んでくる、飛んでくる、やめて、でも相手くんはもう真下に来るのが見てきたいって出したけど、とりあえず空中ガードもできないから、このよう確かに、もう上でフラフラしてさっさと勝利を、あ、でもただそうなんです、反対側行ったりとか、あの対空ずらしが結構あるんで、でもこっちはね、一平出すぎからもう闇屋台コースだから、 あ、こっち来たと思った時に押せば間に合うって思うじゃないですか、うん、結構ガードされるへー、そうか、滑空っていうか、あの空中コードあるじゃないですか、うん、あれを攻撃でキャンセルしてすぐ降りるとか、そういうのある、うわ、そういうのあるんだ、えぐいな、あー、やべ、さあ、でもゲージが、おっ、あーあーいい、あー、ちょっと早かった、おレドランス終了、お、対空、対空一対一、おチャンス、あもったいない、さあやばい、言ったら手がたい、やばい、手がたい、クルージングされてる、おいしい、いいんじゃない、あと、あと1回あと1回、あと1回、怖いって1対1、あ、やばい、おー1
1対1になったけど、この体力のなさ。さすがゲージもない、ゲージもない、ゲージもない。サワード、先にサワード。先に触りたいけど。レゾナンス。いいよ。楽しそう。おい。さあ、相手9本。あ、来ましたね。おっ、ガードした。あー、ちょっと落ちた。なるほど。ありがとう。長生きした。長生き。長寿の秘訣。あそこは、敬意を込めて食らうべきだった。スーパー必殺技みたいな。さあ、時間的にここで、ちょっとジーニスさんに対戦していただきます。確かにちょっとこれでお手本。お手本。お手本。どんな雰囲気で戦ったらいいのかっていう。確かに、じゃあ、ちょっと。いいですか？いや、マジか。マジか。マジか。え、ちょっと基本変えていいですか？ああ、全然いいですよ。すみません。デフォルトで。俺らどんな基本だったか覚えてないで。確かに。デフォルトではない。デフォじゃない。デフォじゃない。ね、AB 上が ABC で、下が B で、覚えてる。覚えてるから。え、どのキャラがいいとかあるんですか？いや、何でもいいっす。確かに。実際使いやすいキャラとかでもいいっすよ。あ、そうですね。使いやすいキャラいいかも。うん。雰囲気が伝わりやすいキャラ。雰囲気が伝わりやすいキャラ。あ、いいっすね。ありがとうございます。その2キャラの雰囲気をチョイス。なるほど。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ピンおじ先生と。おお、これいきなり熱いな。熱い。それやっぱジャンエイが強いんで、とりあえずジャンエイって人に振っとけば。あー、なるほど。大体のゲーム勝てるんですよ。おお、確かにアシスト流し込みながら攻め込む。あー、そうか。おお、さすが挟んだ。ゴーさん、これでさ、オッケー。コンボもしっかりしてる。ガードしている。ガードも硬いよ。あ、そっか。ミレクトして、あれ。おー、アシスト。お互いアシストの使い方が上手だ。アシスト削るな。あ、このキャラ削れるんですよ、通常の通常。手が長い。タイプ。あ、あれ、早かった。ピーナスの波状攻撃。確かに。厚みがある、やっぱ。ちゃんと2人で戦ってる感じ。2対2だ。そう、ちゃんと。このゲーム2対2だ。タンクの戦いをした。タグ戦してるんだけど。うわ、タイプしっかり。ガーサンいかんね。あー、見つ。あー。おい、近づいな。話重要。しかし交代させない。攻めは継続。挟み込んだ。うわー、いっちゃうな。おー、俺やばいね、雰囲気良かった。あんな雰囲気あった。あのね、三つの雰囲気がすごい良かった。技能力を生かして結構突進の時にもうセットプレーで飛び道具出してるのが、うんうん、そうですね。あの、起き上がりに球重ねちゃうみたいな、うん、あれめっちゃ簡単なんで。あー、なるほど。雰囲気あった。雰囲気あった。あー、全然いいですよ、続けちゃって。あ、続けるっていうか、いろんな方が入ってる。いろんなキャラで。じゃあ、だって全キャラの雰囲気はつかんねえってことでしょ。全キャラの雰囲気は。そこまでは。そこまで。お、いいっすね。あ、いいっすね。キャラ変えたい。いいっすね。いや、なんか、こういうゲームだったんだって。それはさすがに気づいてたでしょ。違う。俺ら3人とやってる絵しか見てないわけじゃん。一方的なトレモだったじゃん。相手こんな感じだった。いや、相手がこうだけど、はいはい、相手と同じぐらいのレベルの対戦だと、どういう過程かっていうのが初めて見たから、そういう意味では。
まあ、今まであまり画面上に 4キャラいらない。そう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 。でも賑やかになってたよね。賑やかだいぶ賑やかなゲーム。本来はだいぶ賑やかなゲーム。俺ら孤独孤独ね、見てるだけだった。それはまた見といた方がいいよ、これ。確かに確かに。いきなり DJF 入っていく。一線が長いって。一線が長いって。確かに。ドリームリーパーを置いてからの。変に手を出さないよ、ね。無駄な攻撃食らわない。うん、いや、なんか変に手を出してない。もう中盤ちゃんと。アメリカ。まあ無理、無理なもん、無理。あ、そう。あ、ね。わあ、話す。お願いします。あ、挟まれている。中普段。うわぁ、いいや。おぉ、ぶんなっこのキャラ、マジで。離さざるを得ない。雰囲気雰囲気。おぉ、もう引っ張って。おぉ、波状攻撃。あ、あ、いいっす。痛い。おぉ、パソナルだと思いきや。そっか、素手足すたまるまで、そんなに無理しない。たまったら、しょうがない。おお、勝てたの。これ遠いんだな。届かない。あ、そう。やばいね。ペルソナやってないんで、この中段マジ無理なんて。はい。リジェクトからの、おお、悪空間パンチ強い。おお。わかんない。チャンス。激しい激しい。激しい。いい能力。しょうがない。まあ、しゃないでしょ。ちょっと、あ、そうでした。あるよ。いや、これマジね、ゴールドはね、あるある、やっぱゴールドなんですね。間に合わないと。うまいよ。スキンの間に合ったのかな。そういうことだね。俺は一気に、なるほどなと。分かんなくなったこれで、やっぱなすですね。おぉ、バックスイッチの人が、これでもう有利まであるぞ。で、ごま投げか。ごま投げか。ごめんなさい。あ、そうね。じゃない。これは100万。じゃない。うわぁ。パラス。いや、やっぱこの点難しいな。おぉ、いい勝負。いや、でも、あらがい方まで教わって、非常にありがたい。今のは。だいぶ雰囲気きた。本当はもうちょっとふわふわして、ナインがふわふわして、ステップで揺さぶってアシストを出すみたいな。あの消えるからね。引っ掛けるって感じなんですけど。いやいいな、ジニスさんすげえわかりやすい立ち回りしてるよね。あえて今ピンチを演出したってことですよね。いろんな状況ね。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこれもう一戦ぐらいやって、そうですね。かな？あ、じゃあ泥団子のぶつけ合いにします。このレベルの試合を見た後に泥団子のぶつけ合い、今のを踏まえて踏まえて学習しとって長い試合、長い試合が多いことになってる。試合が長い試合、これも長い試合試合直すだけだ、だけです。もうむずいんだよね、我々にとって。一人残れないじゃん。試合を長くすることさ、試合を長引かせるのすらむずい。5箱目いや、真田ね、真田マジ危ないんすよね。真田、あ、真田キャラが危ないんすよ。キャラが危ない、キャラが危ない、キャラが危ない。おっと、ね、おお、挟んだ。近くによって出してすかさず挟む感じだ。中段寝押し、しっかり。あ、待って、交代している。うわー、交代しちゃう。多分、すぐかそう。もうダッシュしてからガード。あ、てお、お、抜けて、スーパーマダッシュってこと。確かに、アシストで攻め手を作る。あれ、私ノーヒントこい。あ、当て身なんだこれ。ピュース当たんねえ。そして、いかがですか。うーん、ガードされた。
当たるの。なるほどね。時間を使う。そうか、アシストの波状攻撃をそうやって返す。うわ、あまりでね。上、うん、あ、待って面白い読み合いをしてる。これそれもまたいいでしょう。試合が長い長いちゃんとやっぱ回復もしてるから時間を使って、ね、ちゃんとシステム。これマジ危ないやばいやばい本当にシリ効果危ない。友達とないです。届かないです。お、挟んで、ね、挟んで変わっても挟んでもあれか、自分が遠いと結局、うんうん、おっと入れ替わっている。うわーこれでかい。一気にレゾナンス温存。おお使わせずにやぶねえ。白面はね、結構アテミとかそういうキャラなんだ。アテ、あ、白面はそうですね、嵐、割と嵐キャラみたいな。へーいろいろな雰囲気を使いこなしてる。でもさ、今の雰囲気はちょっと難しかったかな。高度すぎた、うん、まあ相手の起き上がりにアシスト重ねるのは、はいはいはい、やっぱアンパイみたいなところがあるんで、うん、なるほど。で、好きならばもう上空逃げちゃうみたいな感じ。そうですね、あのまあアシストゲージない時とか、うん、特にやることなかったら、うん、キャプテンの方がやっていいんで、うん、で、なんかキャプテンにアシストを重ねといたりとか。あ、相手があのやっぱ飛んでると着地取りに来るんで、うん、そこに向かってアシスト置いとくと勝手に当たって、勝手にそこからコンボで、ガードだったらこっちのターンだし、うん、あそっか、当たってたらその時によくアシストは飛び道具より、まあなんか普通のニュートラルとかで、うん、あとは 4ですね、うん、4入れの方がいいかな。対空、なるほど。さあでは参加していただいた皆さんありがとうございました。ここからは、大変見苦しいお知り、我々視点のね対決を見苦しい戦いがお披露目したいと思いますんで、じゃあ一回ここで出ましょうか、うん、でここ出ないと、うん、ここを出てオフライン対決にしちゃうらいいよね。オフライン、はい、じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました、ありがとう、ありがとう、出していこう。これで体質、体質か、体質、体質閉じようとしてる。いや部屋を閉じようとしてる。部屋を閉じてバーサスですね、はい、で、1P と 2P 分かれてこういうことかな。あれ設定してないでしょ、まだ。そう、ボタン設定、あ、はいはい、あ、ボタン設定、この後変えられる。あ、この後でもいい。これで、うん、俺が1でいいのかな。この状態だと俺が1でいいんだよね。うん、まあそうだね。向き的には。向き的には。オッケー。誰からやる？誰からこのまま。まあこのまま行きましょうよ。パカパカし。行きましょう。パカパカ。ああ。もう置いていけば。よし。今の踏まえまして。踏まえましょう。踏まえて。いやでも。なかなかな。ここでステージ選んでボタン設定も選べるってこと？いや、この前あのキャラ選択してるって。よし。とりあえずじゃあ、とりあえず始まってから、コントローラー設定して一回戻る。そうだね。ここでできるんです。ここで一回、うん、ここでできない？できるんじゃない？スタートスタートしまって、ボタン設定。それやっちゃえばいい。で、あ、そうですね。で、多分俺が好き勝手やったと思うんで。そうだね。A B C D E。あ、こっちはなってるかも。なってる？そうですね。うん。あ、多分一緒一緒ですね。これで OK。あれ、リバーサルアクションが設定されてたの？そっち。まあいいか。いや、これで一回戻して触ってみればいいじゃん。ああ、なるほど。あ、なんか触ってもた。うわあ、で、いやまたまた A から順に押していけば、D が、D が、あ、そうだそうだ、これでいいんじゃない？あ、あれだとボタンセッティングミラーだったら開いて、あのゴールドさんのやつも開けば、それは遠い、一緒だ、大丈夫、OK、はい、じゃあ終了で、閉じる、で大丈夫だよ、はい。
オッケー。これで。オッケー。はい、じゃあエントランス。そこまで戻って。キャラスレ。キャラキャラスレ。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 うわーがいなかった。うわー。すごいプレッシャーが上がってきたよ。あれこれ10名スタート。あ、そういうのか。1、2って選ぶんだ。そうそう。あれ×を押さえてみれば、丸×ってことだ。そうそうそう。丸×か×丸で。最初に3つ目の方がいいかもしれない。ね、俺今間違えた。やっぱ8で押すだけで間違えていこう。いいでしょう。開幕仕掛けよう。チキショウ。飛び道具とかバリアがあると。そうね、中距離キャラなんだ。なかなか中距離キャラ。ダブル中距離キャラ。じゃあこれで。オッケー。どうじゃあ俺とヤミがこれもやろうか。席チェンジできます親方と。あ、はいはい。はい。マイクのクロスが。マイククロス。一回外す。外す。あ、そうだね。ちょっと待って、外しにくいな。二人ともクロスすればいいんじゃない。あ、いいか。うん。なんとかなるか。基本クロスで大丈夫でしょ。いけるか。いける。長いから飛び道具キャラクターそうか、はい、あ、オデスエフトしなくていいのかなかなかな、え、中遠距離キャラに攻める、いや、二段ジャンプとか使えばいいのかな、うん、秘密の場合これ二段ジャンプって全員できるキャラしない、キャラ、え、二段ジャンプはテイガー以外、あ、そうなんだ、あとワレンか、ワレンもできない、ジューベできないような気がするんだ、ジューベは2段ジャンプできるおい、したことないんだよ、多分したことないだけで本人はできる、本当にレベル具合が知られる、あ、いいですね、このアセット強い、あ、これ、あ、あ、いいですね、それぽい、もうやばあれ、取れないダメなのこれ、チューベ殺してればそれかあ、死ぬね、あ、これ危ないじゃん技を振ってしまったがいい、振ってしまった孤独な戦い、あ、いいですね、これ集団、
孤独になってしまう。孤独になる、孤独になりたくない。うわ、マジか。この焦りを見越した。あ、多い。あ、でも孤独になるのは圧倒的に美味しい。あ、やばい。パターンの崩しなの。あ、こいつか、まあいいか。おお、でかい、これはでかい。どうぞ、タイルが。おお、いい。おお、ミスター。おお、わかました。まあ、話し合う。いつまで。ああ。おお、これは。確かに、確かに、確かに。ここが中断やりたい。中断、あの体力は中断かなと思ったけど、安易すぎたな、今。攻めとかは俺いい感じだと思うんだけど、あの話し合いになっちゃうとね、了承で。じゃあ次。なんかあれなんかなんかなんかグッズをグッズを置いてた。お絵かきグッズですか。いや、俺は今回は全く不要なはずなんだけど。すぐお絵かきグッズだった。ね、またまかまかしいのできちゃうね。そう、見たことないな。すぐお絵かきグッズ。今ヤミさんが親方、あ、ゴロマンスカさんがどこか持ってる。うん、持ってる。あ、大丈夫。これ大丈夫。理論上我々罰ゲームを受ける可能性ゼロですよね。え、これ罰ゲーム関係ないでしょ。なんか関係ない。俺は別にいいんですけど、まあ、D がね、D、いやでもやっぱあるってことはそういうことも、ね、アリディがなんか、いや違う、あれはアリディの化粧道具だから。あー、そっかそっか、そう、これは失礼。アリディの化粧道具、失礼じゃん。なるほどなるほど。自然勝。お、確かに自然勝です。おわー、ペルソナが効いてる。なんか珍しいワードだね。ゲージがないね。交代しすぎるかな。待ち待ち待ち。お、投げて。おー、拾ってる。お、あ、惜しい。違った。いや、立ち B で。A の音。チャンス。あ、立ち立ち。あー、マジか。ダウン取って。マジマジ。残念なことに。残念なお知らせ。残念なお知らせ。めり込んでると。さあ、絶望の時間。あ、おお、OK、ガードできない。パスでしょ。あ、おお、お届くでしょ。届かない。残念ながら。おお、近づい。あ、おお、こんな距離はさすがに。熱い。あ、短い。あ、ゲージなかったよ。ゲージがないって散々もう全部使ったね。さっきもそうか、ゲージなかったから、そう、攪拌で売り込んで終わりかと思ったんだけど。うわー、負けた。ひどいとこ。
そして惜しまれる。まあでもレベルは高いかな。いや残念。交代しすぎたはかなり面白かった。いやあれ交代しすぎなければな。してるかしないか分かんないから、いもう一回押したら、そう押しすぎたな。禁止のやつが出てきた。いや結構結構あるある。交代しすぎた。交代しすぎた。いやなんかキャンペーンの時に、あなんかやばくねみたいなこと思ってると大体こういう交代しすぎて。交代しすぎ。ちょっと入念に交代してしまった。そう。で今の流れの中で結構練習したコンボってできた。いやい練習したコンボもうやろうとした使ってきた。やろうとしたけどちょっと距離を見誤って、うん、ああやっぱそういうのだよね。 そう、うん、そこでアクリルを効かせてなんかね、そうそうそう、イタリアのねコンボみたいなのできればな。あとコンボをねちょっと練習しすぎていろんなコンボが混ざってそれありますね。そうだね、分かんなくなっちゃう。アラゴルドはなんか下 B で浮かせてからなんかジャンプキャンセル技にするコンボがいろいろあったんだけど、ね、下火打ったらスカッとたりして、あそこはあれでしたね、あの立ち出し切った後に立ち B で拾って、うんうん、2C で拾って、あの足払いで拾って、あなんかそういうのもあった、うん、であの切り上げてエリアルみたいな。なるほど、なかなかね冷静にできないよね。そうこれちょっとかなりこなさないと、そう爆発を踏まないとね、足りてない。はい、というわけで、うん、一応今回ね、ブレイブタスクは、ラストで、これで、この3人から、誰がエボ出んだと。なるほど。うん、なるほど。まあ、今、親方がね、だいぶ種目多めの予想ですからね。そうだね。うん、まあ、でも、そうだね。親方はほぼほぼだもんね。もう全部出てきてる。ただその場合、絶対タイムスケジュール的に合わないから、どっちを捨てざるを得ないとかってそうなんで。冷やかしになっちゃうからね。台本どうなったっけ。台本急に確認しちゃった。じゃあ、ジニスさん、この中で一番伸びしろありそうなの。伸びしろありそうな人。伸びしろありそうな人。伸びしろがありそうな人ね。この人でしょっていう。それは雰囲気で大丈夫です。雰囲気で。今の勝敗よりも。そうですね。じゃあ雰囲気で。え、じゃあ雰囲気で決めちゃっていいですね、本当に。いいっすよ、じゃあいいっすよ、本当にいいっすよ。マジで、これで決めたら、もうその人出ますから。え、エボテの種目っすよ。出る種目っすよ。そう。いいっすか。うん。しょうがない。しょうがないってない。しょうが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 ない。決めちゃっていいっす。じゃあ、じゃあ発表したいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ、なんだこれ。あ、そうそうそう、BB タック部門、出場は。お引っ張るね。すげえ、食べるな。すげえ、食べるな。怖いな。雰囲気作る。食べる。じゃあ、出場は。はい。ゴロさん。おぉゴロさんしました。俺あえてのあえてのあ、でもやっぱ一番伸びしろありそうだもん、俺。まあ、伸びしろって意味ではね。しろは果てしないよ、伸びしろ。確かに。伸びしろしかないけど、伸びるか保証はないよ。え、マジか。やっぱ途中教えたポンポンとアシストの、うんうんうん、教えたらすぐやってくれたんで。なるほど、なるほど。そういう意味では。可能性。じゃあ今後はやっぱジニさん師匠に持った方がいい。雰囲気つかんでくれ。なんか雰囲気つかんだ後に次の雰囲気を教えてって。あ、次の雰囲気。うん。第3雰囲気。わかりました。ちょっとじゃあ俺、あれだね、BB タッグやり込まないとダメだよね。頑張って。いやでも確かに一番やってて1キャラの、うん、1キャラだけの動きが一番ちゃんとしてたんですけど、タグになってないんだよ。10名だけ、10名だけ。そう、そういう意味でも確かに伸びしろは片方だけの動きある、うん、いや、ミツルは相当強いの実感してんだよ、うん、あのキャラ、うん、相当強いんだけど使いこなせてないんで、あれをなんとかしないと。単体でお互いに違うんだよね、単体で使いこなそうとしすぎだから。そう今までのね、格ゲーの概念はちょっと、もう俺だって残機もう一機やるみたいな感覚。そう一人死んだら一人じゃなくて、もう同時なんだよね、なんか、その雰囲気は若干掴めてきた。とりあえず動画勢になるか一回。ああ確かに一回動画勢の方がいいっすね、幅広い知識が。あ、なんか10名の使ってる人の動画見たりとか、
そう、10兵のね、まあ、ミツラもなんか、立ち回りそんなに強すぎって感じのキャラなんで、ここまでキャラじゃないけど、10兵がね、10兵は、ちょっと見ないとそう、難しいな、見ないと全くわからないな。だって、近寄りたいからっつってはね、パン、パン、パンって言ってじゃん危険らしい。そりゃそうだそれ、それ安全だったらそれしかやらない。あれ、危険なんだなと思う。確かに、あれ、幅太い視聴者とかとか撃たれたら絶対やられてるあれが安全だったら強すぎる。てか、もうあれ見てね、だって立吉の無敵タイプ出していけば絶対勝てるでしょ確かに。はい、ありがとうございます。じゃあ私ビビタク部門出場決まったんで頑張ってください、うん、あ、目標は、うん、3人倒す。おお、3人倒す。だいぶ勝ち越しだね。3人倒せば1勝2回は負けるとか、うん、志が低すぎて出る意味ないまである3人倒すレベルまでは持っていきたいかな。なるほど、まあ、まあダブルエニメでしょうからね。2敗しても3勝すれば勝ち越し、うん、そうそうそう、勝ち越しの目標は確かに、ね、勝ち越しを狙って、うん、はい、ひょっとしたら壇上でお会いできるかもしれないどこの壇上かわからないどこの壇上かわからないけどね。じゃあちょっとプライベートの夢、がっつり練習しようと思います。はい、アロマス、はい、じゃあ、番組そろそろね終了の時間迫ってきたんですけど、はい、まあ、割といつもよりちょっと早いなと思っている方は多分いらっしゃると思うんですけど、ちょっと今日はね、告知いろいろお持ちしましたんで、はい、はい、どう告知見ていきましょう。まずチャンネル登録の、あ、そうですねまず皆さん、ぜひ電撃9チャンネルいろんな動画やってますんで、生放送ももうなんなら俺がマヨネーズ作ってる動画も上がってますんで何でもありんだ急に何だったんですか。俺も分かんないなんだよ、勢いでリツイートしてみたけど、あれはね、そう、なんだろうって言われたら俺もなんでだろうって言うしかないんだよ。見てる俺らもなんでだろうってなんでこういう風に流れてったんだろうこれみたいな。急に YouTuber 見てるやつで、お前のインパクトに思わず、まあ、ざっくり言うとちょっとゲーム以外のことも手出してみようかなみたいな感じです。あれ料理動画じゃないですか。料理ではない。あ、そうなの。おもちゃ紹介。おもちゃ紹介。ゴロスキみたいな。クッキング動画。いやいや、ただ普通に焼きそば焼いてたら。やっぱ料理してたもんね。料理もした。普通に料理してたよ。料理もしたよ。焼いてたりしてね。はい、ぜひ皆さんね、チャンネル登録よろしくお願いしますっていうのと、じゃあ告知かな。まず四天王の活動報告からいきます。よ、活動報告。まず特に何も用意はしてないんですけど。はい。あれ、なんかありますか。なんかあったっけ。なんかあったっけ。保留だった、ごめん保留だった。そんな冷たいこと言うなよ昨日の電波ライブでもポロッと言ったんですけど、新しいちょっと企画始まりまして、はい、それの予告というかね、告知的な映像がありますんで、はい、ないあれ？ないない、なんか大丈夫ですか？画像は？ない画像あれなんかあったじゃん、あれあれツイッター用なの？話聞いてる話何も聞いてるじゃあもう本編流しますか面白すぎる流せないっつって公開するってここで言うなって話だろ。いやだから本編を公開しますかってこと。まあそうね、うん、もう本編いっちゃいましょうじゃあ公開しちゃうよ。まあ何か言いましょうここで、はい、私とアリリの対決企画、その名もリングフィットアドベンチャーでダイエット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 対決。ダイエットいっちゃん過酷だよ体に直結するから、そう、生活に Nintendo密接だから。スイッチでこの前発売されたばかりのリングフィットアドベンチャーっていう、うん、はい、ダイエット系のゲームがありまして、ダイエット系のゲーム、そう、ダイエットのダイエットするための、あれ、もしかして今日買ってきたやつ、これも今日じゃない、今日じゃない、これはもうもう前から買ったやつ、はい、こちらの商品ですね。なんでリングだ、これ皆さんご存知かと思います。そう、リングコン、ビッグバンド、これをこうやったりする。そう、あのね、うん、みんなが予想しているより、うん、マニアックな動画になってる相当マニアックだよね、あれ。だって結構
裏路地のなんかすごいピンク色のお店入んないと見れないぐらいなマニアックなお店。どんな方向性トントンさんが飛び跳ねてハーハー全然言ってる。そういうことね。相当マニアックな変なポーズしながらとかあるんで、まあでも皆さんそういうの好きっすもんね。誰が強引にどういうまとめて、いやいや好きでしょ、だって。いやこういうの待ってたんだって多分来ると思う。2人ぐらい言われるかもしれない。そうこれってもう今上がってる？もう上げる？じゃあ番組終了と同時に上げますか。じゃあはい、この番組が終わった後にすぐ上げますので、ぜひ食事中以外に見てください。そんなにいや結構阻害する感じ。結構ね、マジですると結構グロいよ。グロい。食事がね、食卓に飛び散る可能性がある。食事中は見ないと思う。そうそうそう、扱い注意。そんな危ないね。え、閲覧注意、一応入れといた方がいいかもね。閲覧注意入れなきゃいけない。入れてある。 R16 ぐらいに注意だ。 R30 ぐらいだ。逆に。そうまともなの見ちゃいけない。それで対決して、そうか、全部に動画載ってるか、勝ったらどうこうとかも含めて。まあそうですね、はい、まあもちろんダイエットなんで、ちょっと長期的な企画なんで、うんうん、そう、長期的にやるんで、今この放送で対決ショーダウンの、時に途中経過の報告、うん、まあそうだね、ここか、うん、ラジオかどっちかで。そう、ね、まあ正直どっちでもいい。どっちでもいいけど、途中経過をね、ちょいちょい出していきますんで、はい、まあ勝ったり負けたりの、なんだろう、罰ゲーム系というのも全部動画に入ってます。ちゃんと罰ゲームある。まあ罰ゲームって感じで、ご褒美が、そう、ご褒美の方が燃えるかなと思って。だって俺ら罰ゲーム体制相当高いよ。まあね、全然効かないもんね。高くなりすぎた。僕担当罰ゲームもないですけど。アイディア生きてることが罰ゲーム。はい、そんな感じです。さあさあ、そして、一応罰ゲーム受けとく俺。そんな罰ゲーム体制高い俺だけど。まあ、まあいいよね、なくても。なくてもいいよね、今回は。だって、そんな選手に出るって決まった俺に落書きしてどうすんのって話じゃん。士気を高めるために。まあ罰ゲームは、この後上がる動画も罰ゲームです。罰ゲーム。はい。それで許してください。はい、で、闇さんから真面目な、そう、あ、真面目な告知。もう一件、闇与太から、はい、告知、個人的なね、個人的な告知、天皇としてのっていうところも含めての活動報告で、はい、活動報告では、あの日韓交流戦、うん、ソウルキャリバーの、うん、キャリバー6のね、はいはいはい、明日あるんですけど出てきますよ。お、日本代表、日本代表、日本代表として闇与太がちょっと出ますということで代表してきます。チャンネルっていうか放送自体は、放送自体は、あの日本側はひみとらさん、ひみとらさん、ひみとらさんが配信してくれる。あのひみとらさんですね。あのひみとらさんです。キャリバー配信で、配信でよくやられた。なんで、そうですね、ぜひ闇与太な、何時ぐらい、明日の21時から。おお、あ、割と遅めなんです。遅めですね、21時から。はい、なのでぜひ5対5です、5対5。闇与太を、日本を応援してもらえる。日本を応援してもらえる。うん。出てしまうので。出てしまいますよ。15立ててお願いします。15立てした、したいけど。ルール上できないか。ルール上。いや、できなくて。負けなければ、負けなければ、そう、負けなければずっと勝てる。そうだよね。1人強い人がいれば。うん。5人全員3回負けたら、負けも終わりに。そうそう。残機数みたいな感じが。はいはい。はい。じゃあそんな感じで告知は今の2つになります、はい、で、BB タックに関しては、まあ、今伝えた通り今日で終わりなんですけど、次週やはりまだ英語ジャパン強化期間ということで、うん、なんと、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、大乱闘こちらにマジ行きましょう。行っちゃいます。やっちゃう。行くしかないでしょ。これはスマブラ行くしかないでしょ。スマブラ来たら、だってメインタイトルに選ばれたんだもん。まあそれそうだけど、乱闘するしかない。しかも一番参加人数も多いですね。そうですね。やっぱそこも参加して、だって最近プロゲーマーの方々もやり始めてみんな練習してる、うん、乗っかろうよ。いいタイミング、その波に乗っかろうよ。乗っかろうよ。乗っかろうよ。乗っかろうよはちょっと違うから。乗っかろうよ。まあまあ、でもそれだけね、すごい規模が大きいというかね、うん、まあ、確かに盛り上がってるタイトルなんで、
いやそこをね、行かざるを得ない、行くしかないっすわ、うん、重い。なのでこれ見てる皆さんでスマブラもう今現役バリバリだぜとかね、うん、あの前やってましたという、うん、誰でもいいんで、あのぜひ来週もね参加していただければと、うん、まあ冷やかしで見に来ても全然大丈夫ですよ。なんか強ムーブしたいよね、スマブラも。強ムーブいっぱいありそう。来週はもう多分小学生のソウル大会並みのルールの友達。いやいや、小学生もっとレベル高いね。レベル高いから。小学生マジ多分。集まって遊んでるぐらいのレベルだと思う。いや、なんなら親戚のおじいちゃんにやらせてくれる。おじいちゃんに初めてやらせてくれる。俺はどのボタンも持つかない。ボタンから、まずボタンから。孫に買ってきたよっていうおじいちゃんの体制ですよね。そうそうそう。おじいちゃんをボコボコにする子供が視聴者みたいな感じでね。まあでも、スマブラは言ってもね、ちょっとやってたからね。お、だいぶ昔の 3DS のやつ、ね、若干だけやったけど、 3DS 版のやつをやってたんで。 3DS か、俺64かなんかでやったの、うん、それぐらいでも、キューブか64か、うん、3DS 版のスマブラをやった。うん、ジンさん、スマブラは雰囲気掴んでない。雰囲気は、いや雰囲気すら掴んでない。マジで、ね、ジンさんですら雰囲気掴めないってなんでぜひ皆さんもね、あのガンガン入ってきてボコってください。ぜひ、もちろん対戦もやりますんで。はい、それでは本日の番組はここで終了です。はい、ぜひこの後のマニアックな動画も、はい、お楽しみください、はい、じゃあ本日はジンさんありがとうございました。ありがとうございました。雰囲気だけはバッチリ使いました確かに。まあ練習しますんで、はい、まあ何かあったらあのツイッターとかで聞きますんで、ツイッターとかさりげなくなんかまたそれっぽい感じで、それっぽい動画、たまになんかさりげなくそれっぽい、それっぽい感じのそれっぽい、これ強いよみたいなのをあげていただけると助かります。はい、それではまたあの次週の対決商談でお会いしましょう。さよなら。さよなら。